わあ。着替えてこようかな。スーツ使えちゃった。着替えてきていい？ピョン。今日はどの服にしようかな。ほよよよよーん。今日はどの服装で配信しようかな。ドン。もうちょい下？こんぐらい？たくさんのスーパーチャットありがとうございます。あ、たくさんスーパーチャットありがとうございます。でも多分僕はハニーとは呼ばないな。ちゃん付けとか呼ぶとしたら、まあ別にダーリンと呼ばれたいとは思わんけど、アリハだなぐらい。名前で呼ばれるのがね、あんまり好きじゃないんだよな。そもそも名前で呼ばれるの好きじゃないなあ。え、もう君とかでいいわ。まだ名前ちょっとやだな。いや、あだ名だったらいいな。でもって感じ。君とかでいいわ、マジ。なんかさ、たまにさ、君って言うとさ、距離感感じてやだみたいな人いるけど、僕割と君って親しいと思うんだけど、そうでもないんかね。君、名前やだな。かなかなぐらいはいいよ。全然かなかなぐらいでいい。わかる？その名前ってかなえって呼ばれたくない、恋人にみたいな話。別にその名前を一切触れないでとかではない。そのなんか他人行儀って言うよな、みんな。かなかなとかならいいけど、かなえくん、かなえ、あ、さん付けありだな。かなえさんはありかもな。わかんない、僕多分そういう親しい人系のかなさんはなし、かなはあり。わかるかな。わかる。こうそういう温度感かな。ちょっとわかりにくいかもしれない。なんか、まあ、僕もなんか理由わかんない。なんか体感なんかなって。で、かなえ呼びは男だね。男なんだろうね。なんか違和感覚えちゃうんだよな、若干。多分別になんかね、拒絶するほど嫌じゃないんだよ。なんか嫌だなみたいな。だから別にいいんだけどみたいな。でも同期とか友達とか言われるのは、リスナーさんもそう、かなえくん、かなえさんらへんが、なんか多分距離感に応じた呼び方が好きなんだと思うわ。かなえ先輩、まあかなえ先輩とか可愛いよな。アキナとか星川とか、アキナとかもうザ後輩って感じするよね。かなえさんもいい。なんか後輩というか、こう慕ってくれてる感じする。なんかかなえさんって僕のこと呼んでくれる人、割といい印象、僕に対していい印象を持ってるんだなって思うな。かなえもかなえもダメじゃないけど、後輩好き。まあでも僕ね、後輩はめちゃめちゃ可愛がるタイプだよ。下の子というか、まあ別になんか明確な上下ではないんだけど、自分のことをそうやって先輩って慕ってくれる子とか、年上として慕ってくれる子とかには、僕はそういう子がね、あの男女問わずすげえ可愛いなって思う。いや、クザが言ってたのはなんかさ、あのあれじゃない、コメントにカナカナって書いてあって、カナカナはどうとかって読み上げただけで、クズハが僕のことをカナカナって呼んだわけじゃないからね。あれはどうでもいいわ。別に僕だってクズハのことを仕事中とか、こうかしこまっている時は、どうしますクズハさんみたいな言ったりするしね。もうクズハのことクズハさんって呼ぶの結構好きだし、って感じ。はい、呼び方はまあぶっちゃけすげえこだわりはない。